こんばんは、サヤ・アシュレイです。夜回りさんの続きをやっていきます。ここが岬の一番上のようです。が出たら一旦戻り、発光させてから進まないと間に合わないようです。事故です。
めら最強でした。あの幽霊大丈夫だったみたいです。これはおもちゃ電灯？これお母さんからもらったものだ。そうだ、これは昔私が持っていたもの。どうして忘れてしまったんだろう。手の中の熱源を思い出した。ノートとクレヨンが突然消えましたけど、呪いを解くには鈴。いや、鍵は麦なんだ。廃ビルの屋上に私はいるから。そこで会おう。待ってるよ。思い出した。お化けが私のお家に入ってきて、麦が私を助けてくれたんだ。でもあの声がお姉さんなの？約束ってなんだろう。麦が鍵だってどういう意味だろう。それから屋上で待ってるって。屋上行ってみなくちゃ。一度お家へ帰ろう。